今回は強制倍音なんですけれどもどういう練習方法かというと、えっと、例えばですねトロンボーンで下の F の音なんですけれどもこのバルブを使わないとならない音なんですね。バーバーというふうにこのバルブを普段使いますけれどもこれを使わずに。